は工事現場、大型建設重機に乗り込んで、いざ喧嘩の始まりだ。固定的な建設重機を縦横無尽に操って、敵の建設重機をぶっ倒せ。建設重機喧嘩バトル、ブチギレ根性。突然の父の死で建設会社金剛一家を継ぐことになった隼人。金剛一家を破滅へと追いやった宿敵調べ建設を倒すべく、隼人は命がけの戦いに挑むのだった。 3D フィールド上で繰り広げられるド迫力の戦闘シーン。誰もが一度は憧れるブルドーザーやクレーン車などの大型建設重機が多数登場。それぞれユニークでダイナミックなアクションや必殺技を持っているぞ。これは出たショベルカーの必殺技が炸裂だ。おっと、それだけではない。戦闘フィールドに配置されている鉄骨やコンクリートブロックなども武器として使用することができるのだ。スノープレーで敵をやっつけろ。操作やインターフェースは至ってシンプル。君の感覚で思うがままに戦うことができるぞ。この腰抜けが。戦闘中にキャラクターが登場する口喧嘩システムでバトルが鳴り出す。なめんじゃないわよ。これら個性的なキャラクターのデザインを手掛けるのは漫画界の巨匠、あの本宮博士先生だ。おそらくね、もう7割以上顔に性格出てるでしょ。やっぱりね、基本はね、人間だと思うんですよ。だから人間が人間らしく描かれてるというのかな、あの人間臭いゲームというのがこれから僕は主流になるんじゃないかと思うんですよね。バンカラ風ヒーローの主人公金剛隼人をはじめ、キュートなヒロイン京都、クールな美青年玉之丞、そして敵の親分調べ梅など個性豊かなキャラクターたちが登場。まだ諦めねえか、ダノーラ。ストーリーモードではステージをクリアするごとにバカバカしいほどに熱くドラマチックなストーリーが展開していく。ハヤトの運命やいかに、そして命を懸けた戦いの果てに待つ驚愕の結末とは。さらに戦いを極めたい君には嬉しいバーサスモードで喧嘩さしたいだ。大型建設重機、プレイステーション2ならではド迫力の 3D 戦闘シーン、ダイナミックなアクション、必殺技が大炸裂。工事現場に命を懸ける男たちの熱いバトルが今始まる。男だったらブチギレろ。プレイステーション2用ソフト建設重機喧嘩バトル、ブチギレ金剛。